さてと、じゃあベルクラさん作るか。ベルクラさんはいいな、名字と名前ちゃんとあるから。承知しましたぞ。もう考えるまでもない、老人ボイスがあるから。まあこれハゲてるからそうじゃないか。普段はちゃうけど、この写真はハゲてるからそうよね。さあ、ここやな。ベルクラさんどうしよっかな。削るなら武勇になるわな。もちろんその DVD のキラーとかの腕前とか考えたら武勇高くてもええんちゃうかって思うかもしれんけど、まあまあでも、どれか削らなあかんからな。ああ、でも、統率ちょっと下げてもええかもな。若い衆たちが、慕われてるけど言うこと聞いてくれなくて手を焼いてるイメージもあるから。だからちょっとこっちも削ってみよう。だからもう知略政務やな。そういうことだ。こんな見た目やのに。使えるな。中面埋伏の系。ああ、ええな。デモゴルゴンやからな。埋伏合うな。層の心得でもいいけどな、あげてるから。ベルカさんやっぱお金かけるとこかけてるイメージやから、多くの金銭を投じさせて、調略の成功率を高める。辛抱、遠慮、量。これにしよう。よし、特性。ベルクラさんの特性。なんやろな、まあ、人脈。これはやっぱあるな。おじいちゃんのイメージのやつなんかあるかな。なんか、病気になりやすいってあったな。大鳥、竹中半兵衛。これ、あ、これやな。おじいちゃんやしな。うん。俺が言うのもあれやけど、俺よりもやっぱよく体調崩してるとこあるから。周辺部隊の能力を向上させるっていうの、ぽいよな。やっぱ、ベルクラさんが追ってくれると、周りのみんなは伸び伸びできるっていうとこあんねんな。うん、ベルクラさんって竹中半兵衛やったんやな。かと思えば、結構天然で、その周りを混乱させることもあるんよ。なんかそれっぽいやつ欲しいなと。忠誠あげるみたいなのもいいな。よく家で餃子パーティーやってるやん。上司の時に配下部署の忠誠上昇。めちゃくちゃ安心できるやん、ベルクラさんにお城任しといたら。これまだ年齢は全員いじってないけど、やっぱベルクラさんは多少じじいにしたいよな。よし。病気になりやすいってちゃんと移しとこう。あと、レプチンさんね。名字と名前にせなあかんから。まあ、やっぱ、レプ山チンの好きになるよな。レプチンさん、野心高そうやな。5ぐらいしとくか。新潟で、やっぱお米いっぱいあるって言うから、農民でええんかな。農民って庶民でええんか。さあ、ここやな。レプチンさんの能力どうするか。まあ、武勇やろうな。まあ、知略も上がるか。その分、他2つを下げる。統率というよりは自分がって感じよな。うん。アモアスとかでも賢いけど、喋り方が怖いから人がついてけえへんっていうのはね。だから統率はちょっと下がってしまうね、そこはね。うん。やっぱこう射撃のイメージやねんな。ハントレスとかの。遠距離から体力奪ってくるみたいな。もしくは人間離れしたこの見た目から忍者的なポジション。さっき特性にしようかな。忍びは結構ありかもな。藤君から奪った異人道、所属上にかかる調略を無効化、絶対強い。どういうタイプやろう。大勢参加するような FPS とかやってるとき、レプチンさんどんな感じなんやろ。暗躍もつける。いや、相当強えな。いや、つけちゃうか。圧戦で積極的に高所から射撃。ああ、いいんじゃないですか。いや、これ。強そう。
レップ山珍之助強そう。鉄砲兵強化。鉄砲レベル上限上昇。やば、めちゃくちゃ強そう。レップ山珍之助強えな、これ。よし。モコさん作っとくか。イベントにはスーツ姿で現れるマスクの爽やかな兄ちゃん。能力がちょっと俺想像つかんな。まあ、そういう場合はこうイラストから行くのもありやな。アイコンから行くのも。知略タイプ。なんか、そつなくやりそうみたいな。うん、武勇ではなさそうですよ。だからこっちちょっと上げて、で、こっちちょっと下げるみたいな。万能型になりそう。これで VU68 は相当ある。この見た目で。マジでどこにでも使えるな。この能力なら。なんか、人を助けてるイメージやねんな。助けたり補助したりっていう。積極的に味方部隊を救援。植物学の知識。ライトで目つぶしのイメージ。はあ、なるほど。目つぶしか。混乱とか、なんか足を遅くするとか。兵力が一定割合まで減ると、交戦した敵部隊がこの、もう、なんか嫌な感じ。これにするか。白刀行。見た目が好青年やから、一生懸命でいいか。うん。なんかそのデバフ。妨害か味方の回復か。おこれもんくん。君は街道一を上げよう。商業増加とかにするか。スーツ着とるからな。スーツ着とるから、まあお金関係にしよう。なんや、スーツ着とるからって。あとなんか人に優しそうなやつにしよう。人材徴用。うん、東北やからお米いっぱいあるから、お米をいっぱい武将にあげる。俺。オッケー。あ、ザム様。来た、トシちゃん気合入ってるな、来た。なんなん、ザムさんも入れてほしいんやったら言うてくれな。ザムさん。さあ、名前どうしよっかな。名字と名前分けなあかん問題もあるし、イグザムでもエグザムでもいいとか本人言うてるから、そこもややこしい。解明してくれへんかな、今だけ。まあ、でもザムさんって言うから、聖イグの名前ザムでもいいかもな。エグザムライ。あったー。あったタワー、エグザイルの侍あった。戦国大戦でコラボ武将出てた。いよいよやん、もうこんな名前のやつ入ったら。ガンダムやん。乱暴かな。受けたまわりましたぞ。乱暴やな。うん、野望があるというよりは、野望とか別にないけど、裏切りそうやから、強にしとこう。野望とかないけど別に、うん、でもまあなんかおもろそうやん言うて裏切りそうやから、野心は5。出自は海賊、初の海賊あげます、サムさん。まあ武勇、知略もそれなり、高卒普通って感じか。97いってもいいか。 FPS やっとるからな。いや、統率って感じじゃないけどな。自分で何とかするみたいな感じやねんな。だからって、性も上がるかって言うたら、そんな感じじゃないねんけどな。意外と誰にも見せへんところでコツコツやるかもしれん。コツコツやるタイプかもしれん。特性。なんか自由なイメージ。東の歌舞伎者のどんだ忠勝と、西の歌舞伎者のイグザム。とりあえず、宝術、逃げ壇上、DVD イメージ、チェイスで頑張ってくれる。逃げるの上手いのもなんからしいな。角キルを取るのが上手い。
人間無骨で逃げるのもうまい。嫌なやつやな、相手にしたら。これは嫌なやつやな。強いぞ。で、先方。うん、福井らしいよな。東京とかに出てくるのは大変らしい。オープンレックの番組とかっていうのがあるから、移動力が上がるとか、欲しい病路を持てる量が増えるとか、そういうやつにしてあげようかな。よし。ええやん。あ、びっくりした。渋谷さん来てくれた。渋谷春でよければご自由にお使いください。またすごいの来た。武勇高いぞ。しかもなんかあるでしょ。VTuber 事務所の運営もやってるんでしょ。お、卒も高いぞ。そうかそうか。別方の特性やな。いや、ほんまや。何が低いね。何にも下げられへんから、80、80、80、80になるかもしれん。確かに野心は結構なもんやろな。8にしとっか。標準の8。人の下につくようなものではないのではないか。VTuber も確信でしょ。全部高いやろうけど、あえて下げるなら知略しかないよな。武勇はどんな忠勝より低いってことないよね。いや、まあ、どんな忠勝はでもその分アホやから。下げれるとこがないよな。政務は誰かに任せてるとする。どんな忠勝より下ではないやろと。どんな忠勝っても言いたいだけ。よし、特性。いや、ほんま、この辺やな。この辺のやつ何かつくよな。あの、コート羽織ってる感じが、信長味あるよね。わかるわ。自部隊が敵勢力の軍を攻めるときの制圧速度上昇。羽織、かっこいい。ええな。ええな、特性に羽織をつけても、全然、いろんない感じ。羽織はやりすぎじゃないってならへんの、ええな。鉄砲レベルが3上昇。やりすぎかな。いや、でもこの人以上に遠当てが似合う俺の知り合いっておらんよな。ショットガンのイメージ。そうか、遠当てというわけではないのか。まあでも、あの鉄砲関係はつけたいね。なんかね、竜騎兵まで行ってもええかな。うん、なんか機動力はもうあっていいし、銃も上手くていいし。ジャンプしそう。いや、竜騎士や、それ。怖え。で、先方や。問題はここや、ね。ここでまたえらいことになるからな。かかれ柴田のこの柴田がちょっと、渋やった。かかれ渋や。渋やった。超高速で渋やって言うてる。かかれ渋やった。あまりにも能力が強いから、ここでさらにマジで剣心のやつとつけてもたら、もう手に負えへんよね。いや、っていうかもう、これでも十分無理やと思うけど。まあ、ヤタガラスにしてみるか。スーパー武将やな、これ。もうこの辺、カスにせんともう、釣り合い取れへん。よし。面白そうですね、つうことで。手を挙げてくださいました、ヒゲさん。出自や資質。ヒゲさんってどうなんやろ。なんかお金持ち、実家が太い。やったような気する。だからこれでいいか。一番高くなるのは政務なのかな。実際知略も高いんやろうけど、でも統率もありそう。まあ、何かは低い能力作らなあかんからな。消去法になってくるとこあるよね、能力値は。なんかほんまだんだん武将に見えてくるなぁ。なんか、彼に任せておけば国のことは安心みたいな風に見えてくるもんな。せいも上げるか、もっと。武勇を下げるべきなんやろうな。どれを下げるって言われたら。わからんけど、めちゃくちゃ喧嘩強いかもしれへんけど。いろいろある写真の中でも、なるべく死んだ魚の目になってる写真を送ってくれたんやろな、ヒゲさん。ええー、どうしよう。MC やれててさ。
高卒80いってないのおかしい。知略が高くないとやっぱそのひろゆきさんの相手は務まらんやん。 IQ が高い、ああそうなんや。いやいや、それはもう絶対賢いのは間違いない。賢い人なのは。ヒゲさんは政務94はあってほしいな俺。こんばんは、おもこれみたいな感じですか。友達コレクション、いやまあある意味そうかもしれないですけど、ただまあその戦国時代に放り込まれて殺し合いさせられるんやけど、ヒゲさん声がいいよな。した優しくていい声、ね、受けたまわりました。慎んで受けたまわります。あ、上品かもな。上品やな、特性ね。なんつうの、その ディスカッションというかさ、絶戦というかさ、それ系のやつは欲しいよな。あ、でもまあ人脈か。とりあえず人脈はそれはあるよな。高原、あやっぱ俺ヒゲさんの公言によってやっぱガジェット通信に切り抜きの完了をお願いすることになって、うん、でまあ結果的にはやられたっていうことやから。俺の実力不足により、人気不足により、やっぱその切り抜きでウィンウィンになることはできなかったので、公言ちょっとあるな。やられたからな。やられたとか言うてる。ウルダヌキ、あの頭に手ぬぐい巻いてるのちょっと古田抜き似合うな。派生力が従属しやすくなる。ああ、だからやっぱ俺がそのガジェット通信にヒゲさんの公言と古田抜きによって俺はガジェット通信に従属していたということか。先方なんやろな、急に海外に行くとかある？味方を強化する系、補助系の方が合うかな。デバフではないねんな。相手の能力を下げるような人ではないねん、ヒゲさんは。味方勢力の数に応じて部隊能力上昇。火災特性、早病老にしよう。これはもうネーミングから。ご飯食べるの早そうやから。高原じゃないか、高原じゃなくて天下の飾り。あ、天下の飾りええやん。あ、あのいつもひろゆきさんと一緒におる人っていう、そのそれによる信用上昇量増加。オッケー、池さんでいけた。あとあのリプライでちくのぼさんをこの顔でやってほしいって写真送られてきたから一瞬切り抜いたんやけど、めっちゃいい。これマジでいい画像やねんけど、これは作っただけやねん、本人が言ってくれたわけじゃないから。あの竹の坊さんの画像は日攻めされてるんじゃなくて、ベルクラさんの誕生日ケーキでなんかろうそく76本かなんか立てたらもう炎が上がった時の写真。めっちゃええ写真ある。